光市文化協会 の文化講座でございますが、本日は古都ですが、その他にいくつもの講座を準備しております。割とお古都ってちょっと遠くから見てる人が多いんですけど、実際に触って楽しんでもらえたらよかったいいと思います。正面にこの膝の真ん中が当たるぐらいのところに座ります。で、左手はそっとここに置きます。で、こっちからこういうふうにして、こういうふうに弾いていきます。タン、はい、はい、このままやりますね。ですごいいい経験になったと思います。後半は今桜に挑戦します。9の押し方もしてます。じゃあゆっくりね、はい、3、はい、いい汗が出ました。ご指導のおかげでありがとうございます。いや難しかったです。そうだよ。最初からね、最初から最後まで難しくてなんかないんですけど。いかがですか。ふっと聞きたいんだけど、足の押し合いが効いたんですね。とてもすごい。違いました。特におことにつきましては、3年ぶりぐらいでございますかね。前回、講座を開催して参加者の方が古都のこの活動に、加わっていただいたという、こともありまして、今後継続して、お古都を続けられる方が増えていただくことを期待して、文化講座を開催しております。